西鳥小賀野神社は、京都府京都市北区七畜下武戸の町にある神社。式内社で、現在は、鴨明一の神社の境外拙者。旧称は、四神社。上鴨神社の西約1キロメートルの地に鎮座する。祭神は次の一柱。古くより社名を、四神社を称することから、祭神は、鴨の祖先神の鴨の竹津のみの命とされるが、 上鴨神社文書によれば、近世には、国のとこたちの孫等の遺説も存在した。小賀の神社創建は不詳。当社は、鴨の氏が山和から山城に移住するに際して祀った、社の一つと見られている。山城国風土器一文、源一によると、鴨の岳津の身の命は、神武天皇の統制に功を成した後、山戸から山城の国の岡田のかも、葛の川と鴨川との合うところ、 小賀野の,の国の北の山本の順に先座したといい、それぞれの地には、現在も、鴨の市の氏神が祀られている。それぞれの否定地は次の通り、山城の国の岡田の鴨、現在の京都府木津川市、鴨町、式内社の岡田鴨神社が鎮座、九の川と鴨川との合うところを引く、現在の京都府京都市伏見区、式内社の小賀神社が鎮座、 小賀野の,の国の北の山本当社付近。小賀野の,の地名については、当社一体の故障であるが、鴨のノ市勢力の広がりにつれて衰えたとする説がある。一方、本来は、小賀神社のある、お国く軍の故障で当地に踏襲されたとする説や、お国く軍ではなく南山城の紀伊軍を、本来の故障と見る説が挙げられている。当社が、現在地に祀られたことに関しては、付近に、 カモノタケツの命の墳墓があったためとする伝承があるが明らかではない。国史では、上元元年、元理に小賀の神の深海が勢力以上から十五位下へ少女されたと見える。また、延長五年成立の演儀式新明朝では、山城国ア五ゴに小賀の神社として式内者の記載が見え、これらの社は当社に否定される。当社は、カモの 加減年中行事において、末社としての記載が見えることから、平安時代後期頃からカモの末社に劣したと推測されている。また、社名も鎌倉時代以降は、詩神社と称していた。ただし、祭祀の上では、中世にはすでに、カモノ氏の内神としての性格は、薄れ、合民の社としての性格を強めている。宝暦四年の山城明石巡行詞では、市畜の北端には、 大宮の森、一名を、茅野の森と呼ぶ。古社があり、鳥居は西向きで、拝殿は南向き。という記述が見える。近世以降、当社は主に、主神社や大宮と称されていたが、明治5年に社名を、古賀の神社に、改めて現在に至っている。欅の切り株樹齢は600年と言われる。上京三年の、幼州府市では、境内は、大宮の森と、 続称されるが、敷地内には、現在もその面影を伝える、欅の巨木を残している。遺書の上でも、鴨野ノ市の移住伝承を現在に伝えており、京都の歴史を明らかにする環境を良好に残しているとして、境内は京都市指定史跡に指定されている。現在の本殿、拝殿は、寛永五年の造営。本殿は一軒者流れ作りの形式で、 日和だ武きの屋根であり、上賀茂神社の他摂者と同じ作りになる。また、拝殿は張り間一軒、桁行二軒の切り妻作り妻入りで、屋根は同じく日和だ武きである。なお、創建当時より、小賀の神社は、大宮と称されたとして、一体の地域名が、大宮、門前の通り名は、大宮通と定められたとする伝えがある。その通りとは、大徳寺通で、地元では今日でも、 旧大宮通りと称されている。春秋の例祭では、現場の儀として、上賀茂神社の神明が本殿を参集する神事が行われる。原点出典、ありがとうございます。